奇遇ね。私がそのリーユエ七世よ。私は国政リーユエ七世ユーヘン。ちゃんと歌えてただろ。これでも岩沢さんの大ファンで全曲歌えるんだからな。そんな曖昧な感性で若い目を摘み取りにかかるな。それでもお前ら先輩だ。よろしく。恥ずかしいとこ見られちゃった。服もメイクももっとちゃんとしてくればよかったな。もちろんダイエットシュガーの方が良かった？え？ああ、夏が帰ってきたって。この間の蹴りつけんぞ夏。なんと俺のパンツ。お嬢さん、よかったらパンツを貸してくれ。奴らも生きてる人間も。ハンディあげるわよ。男子二人。期待はしてない。でも、ああ兄ちゃんが敵かと思った。あれ、なんだかわからないけれど、兄ちゃんが自分のことを棚上げにしている気配が。いわばボランティアだな。何すんだ兄ちゃん、危ないだろ。そうなの。誰もいない女子の部屋であなたが白石さんのカバンを漁っているところを見てしまった。しらばっくれるつもり？もしこの写真を学校中にばらまいたらどうなるかしら。あら、起きたの坂町くん。その手錠痛くない？安心して坂町くん、手術は無事成功したわ。これであなたも改造人間よ。嬉しい、どうもありがとう。食べ物？京子さんの分はちゃんと用意してあるから。だって男の人よりかっこいいし。でもお腹壊しちゃうのは良くないね。あっちの角曲がって大通りを左に、2キロくらいで事務所があるよ。っていうか何よそれ。その記憶力勉強に生かしなさいよ。さようなら。私にはよくわかんないな。うん、だけどあの飛行機なんだか前にも見たような。知らなかった。